愛太郎チャンネルの愛太郎でございます。それとKスポーツ石森でーす。森田でーす。アホでーす。風習館の文蔵でーす。そして酔っ払いでーす。今日の企画はですね、はい、みんなソフトテニスの仲間ということで、ソフトテニスのみんなで腕相撲大会をしちゃおうの会。強そう、めっちゃ。ちなみにソフトテニスの成績は、はいっってことで、じゃあどういう順番でやってきますか。高校の先輩後輩からスタート。あ、やりましょう。よっしゃー、最初よー。はい、行ってみよう。すごい、これすごいレアな、レアな戦いよこれ。ちなみにこの2人は天皇杯ベストないですか。よしもう酔っ払いだ。東北高校対決。おー、東北高校。じゃあ行きましょう、第1戦東北高校対決。レディーゴー。よしテニスは力じゃん。あいや強そう。腕だけ見せろ。この2人のタイミングはやば。俺の腕の何倍よ。レディーゴー。あっすげえ。あーやば。いやーでもやばい。手首にぐらい。腕相撲のレベルが高い。いや、意外に強いが。あっ、厚みが違いますよね。いやいや、一緒やろ。レディーマジ強い。やばいっすよね。マジ強い。酔っ払い、酔っ払い。レディーゴー。お、うわ、やばい。いけ。すげえ。強い。やばい。おやじ、おやじ本気だもん、もう手首強い。脱ぐよ、俺も。全然全然。レディーゴー。テニスは力じゃないよ。力じゃない。これ森田さんのせいよ。あ、ちょっと強えわ。テニスは力だけで勝てる。いや、トップ選手がいっちゃう。あ、じゃあやりましょう。お、これ頼みます。最弱ユーチューバー対決。最弱王ってやらない。最弱王では投げないから。森田の対あゆ太郎。よし、あ、いきます。あ、ちょっと待って。レディーゴー。うっ、やばい、やばい、やばい。いや、大弱王もう一人。はい、もう一人。いや、俺負けたら終わりでしょ。そうっす。あっす。そうっすね。結構目回すね。目回すね。あの、最後にします。あ、最後にしますね。レディーゴー。おっ、厚みあるなぁ、手や。やばい。レディーゴッカー。あれあれあれ、乗った。やばい、やばい、やばい、やばい。乗った。テニスは力じゃない。